はいどうも皆さんこんにちは、ブルスタスです。というわけで乙女神楽やっていきましょう。今回はですね、乙女神楽の今後についてというか、まあ、まず、現在第6章が終わりましたね。で、第6章は第6章の感想みたいなものでもちょっとお話ししたと思うんですが、まあ、とりあえずストーリー的には現段階では神楽もみじ以外はだいたい復活してるんですよ。人間サイドに戻っていて、神楽もみじ以外はだいたいね、僕もちょっと全員を把握しきれてないのでだいたいになっちゃうんですけど、戻っているっていうことを考えたら、次第7章でおそらく神楽もみじ編みたいな感じで、まあ美しい女に近い存在があるよっていう風な感じです多分ね。でそれによって、まあ、神楽もみじ本人のこのキャラストーリーだったりだとか、あのメンバーストーリーを読んでいくと、だいぶねその次の展開が分かりやすくなってきちゃうんですよ。なんで今回これめちゃくちゃネタバレします。なんでストーリーをあんまり深くまで知りたくない、あのなんか7章8章9章10章が出た時にどういう風なストーリーになっていくのかを知りたいっていう人はもうここでもうこの動画閉じちゃって大丈夫です。じゃあ早速お話ししていきましょう。まずですね、このさくらすずねちゃんの弱い自分を変えていいかなという第1話の一番最初の時に、こうなるんだったら戻らなければよかったって本人が言ったっていうのがキャラストーリーの中になります。もうこれが第6章に完全につながってますね。で続いて、あの時の記憶、さくらすずね、これはこの今僕の画面上に出ているザンビ化したさくらすずねちゃん、渡辺ミリアちゃんのザンビカードにもそれぞれ開花でストーリーが載ってあるじゃないですか。それのストーリーなんですけど、まあ、これの口頭で説明しちゃうんですけど、あの思い出しましたよこの感覚っていう言葉があるんですね。で第6章でも本人は、第6章でもっていうか第2章の段階で、ヨダちゃんは自分の自我がどっかにあって、で自分自身が神人になっているのに、それをどこかで傍観している気になっているみたいなことを言っていたんで、おそらく神人になっても自分の意思はどこかしらにあるんですよ。なんていうのかな、その時の記憶とかもざっくり覚えてるっていうのはもう今までのストーリーを読んでいけばわかることなんです。そこが一個の大きいポイントだと思って、でさっき言った思い出しましたよこの感覚っていうのが、神人になった時の感覚を思い出した、ザンビになった時のことを思い出したっていうことなので、つまりザンビに自分自身でなったっていうことなんですよ、それを紐解いていくと。だから今後もしかしたらそのザンビ化するメンバーがまたね、7月8月9月でどんどん出てくると思うんですけど、それってねストーリーにすごい重要なものがあるなって僕は思いました。でもうそれを決定づけることがこの山室楓ちゃんの残酷な世界に未来を、これがザンビ化した山室楓ちゃん、斎藤飛鳥ちゃんのキャラストーリーになるんですけど、もうここでね山室楓ちゃん言います。私はこの世界を救うならザンビの力でも何でも手に入れてやってやると。もう闇落ち、完全に闇落ちしてる。だからもうこの先全員が神人になって、もう神人をぶっ殺す、多分神人に対抗できるには神人しかないと思うんですよ、もうその言葉から推測するに。で壁の中の人を全員殺すことによって、壁はもう安全だっていうのを世に知らしめるみたいな感じなんかなって思います。僕はもうそう考えたら、アベンジャーズのサノスみたいな感じ、サノスじゃないわ、ウルトロンみたいな感じですよね。もう人間がいなければ戦争が起こらないみたいな、そんな感じになっちゃうんで、多分それが起こるのかなと思います。でこれが起こるってなったら、つまりそれは遠くない未来の話、10章ぐらいかな多分。でおそらくなんですけど、僕の予想では闇落ちルートか乙女神楽で全員を神人から戻って世界は平和になりましたよのルートかを多分僕たちが選べると思います。これはで多分、まあこれあくまで推測なんでめちゃくちゃ多分って連呼しちゃうと思うんですけど、僕の考えではそんなんね、1端末で1個のストーリーしか進めないとかはさすがにそれはダメだと思いますよ。どっかで分岐すると思うんですよ、闇落ちルートか乙女神楽で全員を元に戻すルートかみたいな感じで2つに分かれると思うんで、おそらくそういう風になると思います。じゃないとこの山室楓ちゃんが言った言葉がすごい僕引っかかってるんですよね。まあキャラストーリーね、あんまり皆さん
消化ばっかりにとらわれて開花をあんましないと思うんですけど、あとはそのなんだキャラクターの絵の解放とか以外で、これね本当に読んだらね深いんだよね深い、結構深い。まあ、これ以外にも僕はなんだ神楽もみじ新内舞さんの懺悔化したストーリーも読みましたし、上杉沢さんの懺悔化したストーリーももちろん読みましたので、ちょっとねそこでおやおやおやと、でそっから、まあ、懺悔化したメンバーのキャラストーリー読む限り多分どっかで分岐するのかなと思って、でストーリーの中で闇落ちしてそのまま進むっていうのもなんか気持ち悪いじゃないですか。まあどっちかというとやっぱ日本人なんで正義が勝つみたいな感じでね、もう全員を元に戻して平和になったよっていう風な感じのストーリーが一番輝かしいストーリーだと思うんですけど、まあ、それがメインだと思いますよ。でもそれとは別に闇落ちのルートもあるんですよきっと。そこがねちょっとね僕はぜひ実装してほしいというか、そうなってほしいという願望が強いです。どうなんだろうね。でうわこれね、闇落ちで闇落ちと正規で分かれた後またどっかで繋がってほしいんだよ。だから懺悔化したメンバーと乙女神楽に残ったメンバーでなんか争ってほしい。すげえアベンジャーズみたいな感じになってるけど、俺はちょっとその展開を望んじゃいますね。そんぐらいしたら乙女神楽めちゃくちゃ面白くなると思います。いや楽しみだわちょっと今後。まあめちゃくちゃ長いけどねこの先、第7章の配布とか、まあ、1ヶ月、5月の15日にリリースされたので、まあ約1ヶ月で第6章が配布された、であと1ヶ月したら7章が配布されるっていうことを考えれば、多分ねいい感じになるんじゃないのかなと思って。なんでも闇落ちのメンバーカードを出すってあたりが僕は多分それに繋がってんじゃないのかなって思うんですよっていう僕の予想です。皆さんどう思いますか。今までのこのストーリー意外と面白いんですよね。意外と面白くて、まあ山室楓以外が全員懺悔化したっていう体で考えるとすごいね深いというかいや本当にキャラストーリーねみんな読んだ方がいい。放置しがちになってると思うかもしれないけど、ぜひ読んでください。意外とね各メンバーごとですごいいいストーリーなんですよ。いやちょっとねこれは懺悔化したメンバーがなどういう風になっていくのかっていうのがすごい俺は気になるんだよな。特に神楽もみじはな、神楽もみじっていう名前はアスカちゃん、山室楓ちゃんがつけたらしいですね。その乙女神楽団としてあるから、まあ、名前は神楽で、もみじはどっから来たのか分かんないですけど、メンバーストーリー読む限りは山室楓ちゃんがつけたっていうような感じになっているので、ちょっとそこも気になるんだよな。だから神楽もみじだけがもしかしたら美しい女になってしまって、神楽もみじ VS 美しい女でこのゲームが始まった時のオープニングの戦闘シーンみたいなのがあったじゃないですか。あれみたいな感じになったらそれもまた良きかなとっていうね、すごい頭の中で妄想が膨らむんですよ。僕こういうの大好きなんで、こういう世界観の作品が、ウォーキングデッドとか僕すごい3週ぐらい見てるんですけど、全シーズン何度見ても面白いんですよ。でどこで誰が死ぬっていうのが分かってもやっぱ面白いですし、でもねこのゲームに関してはねもう死ぬことはないと思うんだ。絶対死ぬことはないと思うから、まあ、ちょっとそこら辺も神楽もみじはマジでキーパーソンになってくると思います。ただネタバレを本当に嫌うのであれば、神楽もみじのメンバーストーリーは絶対見ない方がいいです。本当にね色言ってあるこのキャラストーリーの中でっていうことだけお伝えしておきます。はい、もう本当にめちゃくちゃ語るだけの動画だったんですけど、僕はこんな感じで今後の予想を立てているので、乙女神楽さん早く出してください次のショー、俺は結構楽しみです。ということで終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。